はい、こんにちは、シャスカです。今回は初心に帰るというお話を聞いていただきたいと思います。まあ、12月が年末で、1月がその年始めというですね、まあ、いわゆる強制的に節目っていうのが準備されているのは、まあ、過去の先人たち、本当に古くからの人たちの、まあ、知恵なんだろうなというふうに思います。っていうのはやっぱり人っていうのは一番最初が一番大変なんですよね。何にしても全く何もできない、まあ、例えばその自転車に乗れない子供が初めて自転車に乗れるようになろうとするとか、全く車自動車が運転できない人が初めて自動車を運転できるようになろうとするとか、もしくは初めて行った場所、全く今まで行ったことがなくて初めて行った場所だと一番緊張するとかですね。とにかくその初めてっていうのはやっぱりいつもよりもこのエネルギーっていうのを使うわけなんですよね。でもどっかその気持ちがすごくこうワクワクしてるし、みずみずしいし、すごくこう新鮮ないい気持ちで物事に臨めるわけです。で、最初はそのすごくこう気持ちを込めて自転車に乗れるようになろうとか、自動車に乗れるようになろうとかですね、もしくはその初めて行く場所に対して新鮮な気持ちで、行っていたのがですね、まあ、それが2回3回やるようになって、できるようになったりすると、だん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 それが当たり前になってくる。だから最初の頃のその本当にこう初めてのつもりでことに臨むっていう気持ちがだんだん薄れていくわけですね。まあ、よく言えば慣れてくるわけなんですけれども、まあ、一つ一つのことっていうのがそんなに意識しないでもパッ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 とこうできるようになるっていう意味ではとてもいいんですけど、でもですね、やっぱりこうどうしてもその手を抜くというか、その手を抜こうとしてるんじゃないんだけど手を抜いてしまうとか、その気持ちがこうしっかりと入ってないとか、そういったことっていうのが起きるわけですね。まあ、簡単に言うとダラダラしちゃうわけです。一つ一つのことが初めての時はすごくこう気持ちを込めて、何かちょっとした変化に対してもすごくこう喜べたりとか嬉しく感じたりっていうのがあったんだけれども、それが2回3回となり、2ヶ月3ヶ月となり、それができるのが当たり前、やれるのが当たり前っていうことになると、ついついこう気持ちが入らずダラダラになってしまうわけです。まあ、それっていうのはもう過去の先人たちを含めて私たちの人間、特に脳の働きとしては当然なんだと思うんですけれども、それを12月31日が1年の終わりで年末ですと、1月1日からが新しい新年ですということで、まあ、気持ちを強制的にこう切り替えさせることができる、まあ、節目っていうのが準備されているわけですよね。で、その節目にあたって初心っていうのを思い出すことができると。で、この初心を思い出すことでもう一回初めての人の気持ちに戻ることができる、そのみずみずしい新鮮な感覚ですね、まあ、不安半分期待半分みたいな、そういった気持ちっていうのをもう一回取り戻すことができるんだろうというふうに思うんですね。なので、まあ一つ一つが全部慣れてパッ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 とサッ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 とできるっていうのはある意味とてもいいことなんですけれども、やっぱり人間と人間が接する人間関係においては、やっぱりいつもその人と会うのは初めてのような気持ちで接することが理想だと思いますし、そしてそれがもしかしたらその人と接することが最後になるかもしれないっていう、そのまさに一期一会の精神で接することっていうのがすごく大事だと思うんですね。なので、例えば指導者と受講生っていう関係であった時は、指導者にとっては毎年教えている同じ内容だったとしても、受講生にとっては全く初めて習う内容だから、気持ちとしてはその全く初めて習う人たちと同じ気持ちに指導者の方が戻らないと、本当の意味でその気持ちがこもった心の入った指導っていうのはできないんだろうというふうに思っているわけです。だから、もうこれは自分はできるとか、これはもうやったことがあるとか、これはこういうふうにすればこうできるよねっていうような感覚になってしまうと、もう指導者っていうのは極めて危ない黄色信号になっているんだろうと思います。どれほど
知識があってもどれほど経験があってもやっぱり習おうとする人はその人にとっては初めてのことを習おうとするわけなので、やっぱり相手の不安半分期待半分っていう、その初めて何かに臨む初めて何かを学ぶっていう人の気持ちに立って、その相手の気持ちを理解した上でやっていくっていうことがすごく大事だと思います。なのでやはりその初心っていうのはすごく大事ですし、その初心に戻すことができるために、その年末年始新年っていう新しい節目っていうのがあるっていうのは本当にありがたいことだなというふうに思います。なのでどうしてもですね、人間っていうのはその慣れるってことも大事だと思うんです。一つ一つのことを、最初は苦戦してたんだけど、すぐ、さっさとパッパッとできるようになるっていう、そういう、無意識の習慣化っていうのはすごく大事は大事だと思うんですけれども、でも要所要所の節目節目でもう一回最初の頃の不安半分期待半分、そして新鮮でみずみずしい感覚っていうのを、呼び起こしながら、日々また新しい年新しい始動っていうのに入っていけたら一番いいんじゃないかなというふうに思っています。はい、今回は初心に帰るというお話を聞いていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたに全ての良きことが雪崩のごとく起きます。白坂慎太郎でした。それではまた。